ウメポンです。今回はですね、ブラッシングでもつれていたりですねした場合にですね、出血の可能性があるっていうことをお伝えしたいと思います。まずですね、なんでこのお話をさせていただこうと思ったかというと、その以前に出したブラッシングの動画ですとかサマーカットの動画とかですねでお話しさせていただいたこともあるんですけれども、毛がですね根元からがっちりもつれちゃった場合ですね、このもつれを解こうとすると肌に密着しているのでブラシで肌を引っかくことになってしまうんですね。ワンちゃん用のブラシっていうのはこういうものになっているんですけれども、見えますかね、こんな感じですね。これスリッカーブラシっていうんですけれども、まあ大体こんなブラシでトリマーの皆さんはですねブラッシングをしてくれるわけなんですけれども、見ていただくと分かるんですけれども、まあ針金みたいなものがいっぱいついていてですね、これでワンちゃんの毛をブラッシングするんですけれども、これがですね肌に当たったら痛そうじゃないですか、見るからに。で、こちらではなくてですね、もう一個先に丸いゴムのようなものがついたものもですね、こんな感じでこういうものもあるんですけれども、まあ、こっちだとそんなにお肌を傷つける心配は少ないんですけれども、まあ、大体使われているのはこちらです。で、これでですねワンちゃんのピタッとくっついて肌にくっついてしまっているもつれをですね解こうとすると絶対に肌を引っかくことになってしまうので、これでずっとガーってやってると絶対に血が出ちゃうんですよね。で、基本的にトリマーさんはですね出血なんてさせられないし させたくもないわけですよ。かわいそうじゃないですか。なのでと大抵のトリマーさんならそういうもつれが肌にピタッてくっついちゃっているもつれの場合ですとバリカンをおすすめされると思うんですよ。バリカンだとこの間にバリカンを短いバリカンを入れてこのもつれた肌の間にですねガーって入れてもつれごとごっそり取ってあげることができるのでお肌への負担っていうのが少なくなるんですね。ただそれだと短いバリカンじゃないと入らないのでツルツルになってしまうんですね、ワンちゃんの毛がですね。なのでそのツルツルになってしまいますよって多分トリマーさんは言うんですけれども、まあ僕自身も言ってきましたし、ただそういう場合にですね毛がお肌に密着してしまっていてこれはブラシだと取れないのでバリカンでつるっと刈らせていただきますよっていう説明を大抵されると思うんですね。その時にですね飼い主様が嫌がる場合があるんですね。で、気持ちはすごくわかるんですよ。ずっと可愛く伸ばしてきたのにふんわりしたカットが好きなのにツルツルになってしまうなんてっていうのもね、まあすごく気持ちもわかるんですけれども、ツルツルになってしまうなんて恥ずかしいとかって言われる飼い主さんもすごく多いです。ただですね、まあこれも動画、まあ、以前の動画で言ったことあるんですけれども、ツルツルになった状態が恥ずかしいっていう気持ちもわかるんですけれども、その毛玉を残したままにしておく方が、私はお手入れできない飼い主ですって言ってるようなもんですから、そっちの方が僕は恥ずかしいと思うんですよ。その子の管理がちゃんとできない飼い主ですって言ってるようなもんですからね。わかる人はわかりますからね、パッと見ただけで、あの子すごいもつれてるなって。で、そういう時にこの子のためには、お肌に負担をかけないためにはバリカンでつるっと刈ってまた新しく伸ばしていかれた方がこの子のためにはなりますよっていう説明を僕いつもさせていただくんですけれども、まあ、それで理解していただける方も多いです。ちゃんと説明してね、もう負担が少なくなる、血が出ちゃう可能性があるっていうことをちゃんとお伝えすれば仕方ないねって理解してくれる方も多いんですけれども、まあ、稀にですねそれでも血が出てもいいから解いてくれって言われる方もおられるんですね。正直そういう方の気持ちは全く僕は理解できないです。ただの虐待だと僕は思ってるんですね。もうほんと虐待って言いますよ、あえて。はい、血が出てもいいってなんて言ったらいいかな。普段は病気になったら連れて行ってあげて、体調悪そうだったら心配して病院に連れて行ってあげたりですとか、薬あげたりですとか、毎日散歩行ってあげて、その子の好きなご飯とかね、体調のことを考えて家族同様に扱っておられる方ばかりだと思うんですよ。なのにトリミングサロンでツルツルになるって告げられた瞬間に、その子のことを
物みたいに言うんですね。違ってもいいから解いてくれ、かっこ悪い、恥ずかしいっていうことでね、まあ、それって人間の主観じゃないですか。その子たちにとったら絶対にお肌に負担かけない方がいいんですよ。まあ、例えばブラッシングで血が出てもいいから溶いてくれって言われて溶いたとしますよね。まあ赤くなっちゃったりとか、ひどい場合出血しちゃったりとかするわけなんですけれども、それはその日だけじゃ済まないですからね。お家に帰ってからその傷口をすごく気にして舐めちゃって炎症を起こすかもしれないですしっていうことがあるので、まあそれを実際に見てもらうのが早いかなと僕は思って、この動画を今撮ってるんですけれども、ただですね、これでセラ君をガーってお肌を傷つけて出血させるわけにはいかないので、今日は僕の手でね、しかもお肌が弱い方の内側でちょっとやってみようと思います。痛そうな方ですねまあこちらは大体のサロンさんは使われていることが多いと思うので、まあこちらでちょっとここをですね、いつものブラッシングの、僕がいつもしているブラッシングの強さぐらいで、まあ、ここにもつれがついてるとして、ちょっとブラッシングしていきます。ブラッシングって言っても毛ないんですけどまあこれでどれぐらいやったらどれぐらい赤くなるのかっていうのをね、飼い主の皆様に見ていただきたいなと思ってちょっとやっていきます。まあ今結構肌色というか光が当たってるんでちょっと白く見えるかもしれないですけれども、まあこんな色ですね。じゃあここをカメラに映っているここをね、ちょっとブラッシングしていきます。いつもやってる強さで、このここにピタッともつれがついてると思ってやってます。でこれは多分僕のこの部分もそうだと思うんですけど、その時はそんなにこうやった後すぐにはですね、そんなに赤くないんですけど、じわじわと時間が経ってすごく赤くなってくるんですよ。だいぶここが赤くなりましたね。もうこの時点でちょっと顔が歪むぐらい痛いです。でここにもうこんぐらい赤いですけど、この程度じゃびっしり肌についたもつれ取れないですからね。絶対もっと引っかかないといけないです。しかも同じところ、これを全身やられるわけですから、絶対にどこかは血が出たり赤くなっちゃったりしますよね。もつれちゃってたらこんな感じですね。結構赤くなりましたね。はい、ここが真っ赤になりましたね。で僕今平らなところをやってるからこの程度で済んでますけど、例えばこことかね、ワンちゃんの肘とか、膝とかこんな感じじゃないですか。ここをこれやったらめちゃくちゃ痛いですよ。今こうやってやっただけで痛かったですからね。ここをやると多分30回ぐらいこれ引っかいたらここ血出るんじゃないですかね。まあ冬で乾燥してるっていうのもあるんですけれども、それはワンちゃんも同じですから。はい、痛えな。わかるかな、ちょっと動画で伝わるかちょっと心配なんですけど、ここがすごく赤くなってますね。はい、ということでね、こんな感じで赤くなりました。これを全身何十回何百回ってやられるとワンちゃんは絶対痛いんですよ。僕のここの肌よりもワンちゃんのお肌の方が弱いわけですから、まあね、すごくツルツルだとかっこ悪いとか恥ずかしいとかっていう気持ちもわかるんですけれども、まあ、それは人間の勝手な主観であって、ワンちゃんたちからしたら痛い思いとかっていうのは絶対ない方がいいので、ワンちゃんにも痛いっていう感情はありますから、ワンちゃんがもつれちゃってツルツルにしないといけないってトリマーさんに言われちゃったっていう場合にですね、遭遇された場合はですね、一度冷静になって、その子のことをね考えていただきたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではあ絶対
対お風呂閉める。